この日は七里ヶ浜にありますウィンデラカフェの方へランチしに娘と一緒に行ってきました。七里ヶ浜なんですけれども、江ノ電で行ってもよかったんですけれども、もう自宅からこの日はいい天気でしたので自転車で向かいました。で、まあ、これから社会人になるということで、まあ、この時は3月のもう本当に最後の方の平日に行ってきました。なのでこの動画で食べてるランチはちょっと平日限定のランチだと思います。でメニューからももうすごく美味しそうな感じですし、もう一つ一つがすごくおしゃれなんですね。おすすめはやはりランチですとのことで、メインによってちょっと値段設定が違ってました。で、私と娘はもうそれぞれ2000円のこちらのメインの方から選ぶものを注文いたしました。もうロケーションがとにかくいいですよね。テラス席、風がきつい日だったんですけれども、せっかくなのでテラス席お願いしますということでテラス席に座ったんですけども、もう本当に気持ちが良くて最高って感じでした。で、娘はこちらのサーモンとアボカドですね、あとシラスも入った十穀米の、まあ、ボールというかプレートの方を注文してました。とにかくサーモンがすごい美味しい美味しいって娘は興奮してました。で、サイドはグリーンサラダを選んでまして、私はサイドはこのクラムチャウダーを選びまして、メインはクラシックバーガーを選びました。バーガーのこのバンズも特注で、このビーフのパティもすごくこだわってますとの案内をいただきました。ドリンクなんですけどもプラス300円で、まあ、インスタとかでもすごく上がってます富士山クリームソーダと、あとバナナスムージーも選ぶことができましたので迷わず選びました。もうとにかく可愛いって感じですね。もう可愛いですし美味しいので、もう娘と2人でキャッキャッキャッキャ言いながらランチを楽しみました。デザートは紅茶のシフォンケーキがついてました。ふわふわで本当に美味しかったです。この後しっかりいただいて、また自転車の方で帰宅しました。娘とね、こうして平日ランチできるのは多分この日がもうほとんどな、
今年いっぱいは無理かなと思うんですけれども、本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。今回の動画は娘と平日での楽しいランチでした。最後まで今日もありがとうございました。